伊藤の絵は、日本の婦人解放運動家、無政府主義者、作家、翻訳家、編集者。戸籍名では、伊藤の絵。雑誌、政党で活躍するも、後受け継いだ編集を放棄して、これを休刊。不倫を堂々と行い、結婚制度を否定する論文を書き、戸籍上の夫である、辻淳を捨てて、大杉久氏の妻、愛人と資格関係を演じた。 世評に、わがまま、本法と言われた反面、現代的自我の精神を50年以上先取りして、人工妊娠中絶、売買春、低層など、今日でも、問題となっている課題を題材とし、多くの評論、小説や翻訳を発表した。甘春事件で、甘春正彦らに殺害された。福岡県糸島郡今宿村に生まれた。七人兄弟の三番目で長女。 父、亀吉は1866年生まれ、母、無名は1867年生まれ。かつて、伊藤家は、よろず屋という海産物ん屋だったが、野枝が生まれる頃には没落していた。父は、中年以降、鬼瓦を掘る、瓦職人になったが、放刀者で、木ぐらいが高くろくに仕事をしないため、母が、塩田の日雇いや、農家の手伝いなどをして暮らしを立てた。 小学校二年生の時口べらしのために一時宿母、松の家に預けられた。母、夢は、後に成人したのえに、私は、自分の子を他人にやったりは、絶対にせんよと言われ、晩年になり、のよを里子に出したことを後悔していると10回したという。スセンジ高等小学校を卒業して、約9ヶ月間、家計を助けるため地元の郵便局に勤務しながら、 雑誌に、詩や短歌を投稿。この年の夏に、おば一家が東京から帰省した際に、東京の空気に触れる。東京への憧れが募り、三日にあげず、おじ、大淳助に、懇願の手紙を送った。その熱意に負け、おば一家は暮れに、のえを東京に迎えた。状況の翌年、猛勉強の末上の高等女学校に一年飛び級で4年。 編入試験に合格。作文に抜群の成績を上げる。在学中、英語教師の辻順と知り合う。1912年に上野工場を卒業。帰郷すると親の決めた相手と婚約が決まっていた。前年の夏、林村の末松家と、野江本人に相談もなく仮修元まで住んでいたので、ある。しぶしぶ真っ正家に入って8日目に、出本 再び上京した。在学中に思いを寄せていた、辻淳と同性。1912年4月末、避難を浴びた辻は、あっさり教師の職を捨てて、結婚生活に入った。10月頃からの絵は、平塚雷長らの女性文学集団生当社に、通い始め、社内外から集まった、当時の早々たる、新しい女たち、ヨサノ明子、長谷川しぐれ。 国木田春子、小金井紀美子、岡本かの子、小竹紅よ氏、上近一子らと信仰を深めて強い刺激を受けた。帰還誌、正徒に、詩、東の渚などの作品を次々発表、頭角を表した。平塚雷鳥が、原子、女性は実に、太陽であったと歌ったのと対照的に、野えは、吹けよ、あれよ、風よ、嵐よと歌っている。この時期、 米国のアナキスト、エマ・ゴールドマンの、婦人解放の悲劇の翻訳をし、足を購読事件に関心を深めた。1915年、それまで、たびたび発売禁止の処分を受けるなど、経営難に陥っていた、雑誌、政党の編集、発行を、平塚来長から受け継ぐと、無主義、無規則、無方針をモットーに、エリート女性だけでなく、一般女性にも、 紙面を解放。情熱的に創作、評論、編集に活躍し、政党を文芸雑誌から女性評論士、あるいは女性論争士と呼ぶべきものに変えていった。この間、長男の一、次男の流二を出産。また、中流階級夫人による廃傷運動を、娼婦の境遇に対して理解なきまま、修業婦の名を浴びせる偽善として厳しく批判した。 来庁からもぎ取るようにして始めた、政党の編集だったが、無政府主義に傾倒して、大杉久氏と行動を共にするようになったことから、これを一年余りで放棄し、大正5年の2月号を最後に、無期休館としてしまう。1916年4月、辻淳と離別。家族と仕事を捨て、翌月からアナキズム運動の中心人物であった、大杉と文通を開始。 秋に同棲。大杉には、内妻の堀安子の他に、東京日々、新聞記者、上近一子という愛人もおり、苦し紛れの自由恋愛論は批判の対象となっていた。ここに、野江が参入して、資格関係になり、一子が11月に、葉山の日陰茶屋という旅館の一室で大杉を刺し、瀕死の重傷を負わせるに至る、いわゆる日陰茶屋事件が起こった。 一子は大杉に、経済的援助を与えていたため生活は困窮。この件もあり、政党は廃刊した。翌年、大杉は、内妻の安子と離別。一子は大杉に対する殺人未遂罪で入獄多角恋愛で勝利したノエは、9月に長女を出産、周囲からの悪魔呼ばわりを逆手にとってマコと命名した。 貧乏の上、官権に追われ監視される生活ながら、大杉との生活は充実し、1918年に、文明批評、翌年に、労働運動を二人で相関。クロポトキン研究、貧乏の名誉、二人の革命家など、共著も多い。やがて次女、エマ、三女、エマ、四女、ルイズ、三男、ネストルの五人が生まれた。その間に、 婦人労働者の覚醒を執筆。二人目の子を産んだ直後には、解放1920年4月号で、結婚制度を否定する自由保険の方へ、を発表。戦後ウーマンリブの結婚制度否定を50年早く、提起した。1921年の普通選挙を前に、結成された、社会主義の婦人団体席覧会に、山川菊枝と参加。 1923年9月1日の関東、大震災から間もない16日、大杉久し、大杉のおい、立花の総一と共に憲兵に連れ去られ、その日のうちに憲兵隊港内で虐殺されて死亡。野枝の遺体は畳表で巻かれ、古い土に投げ捨てられた。去年28、53年後に発見された、死因鑑定書によれば、野枝、大杉、共に、 ばら骨が何本も折れており、胸部の損傷から激しい暴行を加えられていたことが発覚。軍法会議法廷で天笠正彦ら被告人は被害者が苦しまずに死んだと陳述していた。その後の研究によれば、虐殺の命令を出したのは天笠ではなく憲兵隊上層部ないし陸軍上層部であったと推認された。天笠事件の発覚は、 殺された、大杉の老い、立花の総一が、米国籍を持っていたため、米国大使館の抗議を受けて狼狽した政府の閣議で大問題になったからであった。墓は、静岡市青池靴の屋一丁目の靴谷霊園にある。自由恋愛の神様と聞いて参拝する女学生が、多い。また、1975年9月16日、名古屋の格王山日 最大ラで、立花の総一少年の墓前祭が開かれて以来、毎年9月15日は、名古屋で、立花の総一の墓前祭が、翌16日は、静岡で、大杉久市、伊藤の絵の墓前祭が開かれることになっていたが、遺族らも高齢化し、2003年9月16日の80回忌が、最後の墓前祭となった。墓前祭には三女の野沢恵美子。 四女の、伊藤類の維持で、大丸陽のりら200名が散列した。発行都市順、2013年5月、野江さんを探して、定本、伊藤野江全集保位、資料、解説、堀切り都市高、編著、学部書林雑誌特集号。ありがとうございます。